要注意、要注意、要注意。ここをつまめない人は首の筋肉がガチガチに凝り固まっています。首が硬いと顔がむくんでアンパンマンになったり肉まんになったり、はい、3月7日木曜日、銭湯の経営をどうするかということをね、まだ考えてるんだけど、まあその間でもいろいろ銭湯に関してね、いろいろあるんよ。これね、わかるかな、これね、温泉成分の成分表、これをね、10年に1回、調べんとるというかな、そういうふうに決まったんよ、10年前に。で、それがね、何のためにするのかというのをね、どっか保健所の人に尋ねたんよ、だいぶその前にもね。というのはね、温泉成分表なんてね、なんていうかな、こんなのを10年単位でから調べたって何の意味もないよ、はっきり言って。そもそも 10年で温泉成分がどれだけ変わるかというかな、それが多少変わったとしても、それがどれだけの影響があるかとかなんかっていうのはね、本当関係ないよ。自然のね、やってることやから、それをたかが10年とかで決める方がおかしいよ。で、それ負担かかるよ。この検査ね、10万円かかるよ。11万かかったかな。それに、その看板を玄関にも書いて、女風呂にも書いて、ロビーにも書いてとかね、うちはいっぱい書いておけんね。そんな看板の、取り付けとかなんか考えたら、ものすごい金額かかるよ。で、そんなものを一回一回ね、する必要はないというふうにね、僕は言ったんよ。そして、その、なぜ そうなったかというのはね、10年前にね、ある施設で温泉成分の中にお湯、水を入れてね、沸かしていた。お湯がなくなったからね、そういうことしてた、旅館かなんかあったよ。それをきっかけにね、ちゃんと銭湯あるということで決まったよ。法的にね、10年ごとにちゃんとしないとがいいという。で、そんなね、めったにないことというか、そんな特殊な例をね挙げて、一般の銭湯とか旅館とかね、そういう温泉設備のところに当てはめるのはね、もう本当バカげちょ、本当バカげちょんだよね。だからね、これ本当誰がそんなことを決めたのか、役人っていうか、まあ政治家も決めたんだけど、多分こういうことを有識者というか、普通言えばな、大学とかなんかのあれが決めたんだけど、そういうところがね、どこが決めたのかというのをね、出してくれと言ったんやけどね、まあわからんというかね、まあ保健所に行ってもしょうがないけどね、でも本当、本当バカバカしい、もう何でもそうやね、もう何でも一つの例があったら、一つの例っていうかな、本当特殊な事例があったら、もうそれを基準にいろんなことを考えるっていうのはね、もう本当今のなんかこう、現代の何ていうかな、役所仕事の典型的やな。ほんと後先のこと考えんのやな。自分なんかだけの仕事の領域ができればよしとするんかな。もっと全体のことを考えてほしいな。まあ、文句言っても仕方がないけど、これみんなほんと保険、温泉組合とか旅館組合とかね、みんなが文句言った方がいいと思うよ、本当に。保健所に文句言っても仕方がないからね、やっぱこう、これを決めた厚生省かな、どこかな、これ、こんなん決めるの。そんなんど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 ん、今ネットやからね、どんどん追求すればいいよ。と言って、文句言っても仕方がないんやけど、文句言わんとな、悪いよ。いや、文句言わんと悪いよ。今の日本人おとなしすぎるよ。もう本当、本当よ。もうちょっと言わんとあるよ。だからまあ僕もこうネットね、この YouTube、まあ、僕登録者が少ないけんな、もう影響力ないけん言っても大したことはないんやけども、余計ね登録者があれば本当に影響力を持つようになるわね。
ちなみに今うちにね居候しているゆるぺちくん、もうなんか14万になってないかな、ちょっと待って、14万7千人。すごいな、もう1日に1000人2000人増えてるんじゃないかな。1ヶ月前に10万人ぐらいだったら、もう4万人5万4万7000人増えてるか。すごいね、あの YouTube だけでも14万7千人、多分もう数日中には15万人だろうね。それとなんか TikTok とか Instagram も十何万人もできたから、まあこんなダイエット、これ分かりにくいな、ダイエットの、動画やけども、この前銀の盾ももらったしね、銀の盾なんかね見ることなかったけど初めて見たわ。いや、なかなか銀の盾はなかなか持った人に出くわすことはあんまりないな。そもそも YouTuber というのが意外に少ないよね、特に地方はね。まして銀の盾なんかを持ってる人なんかに会うことはないし、まあそれも本当半年足らずで銀の盾をね取るんだから大したもんやと思うけど、まあちょうど自分の性能に合ったというかな、性能というか個性というか特性というか自分に向いた仕事と言ってもいいかな、自分に向いた仕事かな。まあね、ともかく普通の生活がなかなかできんな。後片付けができん、ほんと片付けができんな、なんでやるかな、もうプロやなきゃ手とこみたいなもんや、ほんとやりっぱなし散らかるばっかり、もうこっちもな年寄りやけんどんどん散らかるばっかりやけど、さらに輪をかけて散らかすもんやけん、こっちがなんかやたらいつも掃除をしよう感じ。まあいいとこもあれば悪いとこもあるっていう感じやな。まあそれでも自分がしよう仕事はねピシッとしよる、ほんと自分の体の健康とか体の脂肪をついたいけんとかね、そういうことはもうほんとちゃんときちっとしよんけん、なんちゅうかな、自分の気が向いたことはちゃんとするけど気が向かんことはもう全く無関心無意識、そんな感じやな。それでやっていけるうちはまあいいかな、 YouTuber ならまあやっていけるよね、これがサラリーマンとかなんかねならやっていけんやろうけど、まあ YouTube だってねいつまで、どうなるかわからんからね、ある程度普通の社会生活ができるぐらいな常識というんかな、こういうの そういうものはやっぱり身につけておかんとやっぱ悪いけどな。まあ本当常識っていう言葉はなあんまり好きやないんやけども、でもやっぱ大事なことよ、普通の常識というのはね、やっぱこういっぱい今までずっとやってきたいろんなことがあった中の平均みたいな、平均っていう言い方やけどな、まさに常識なよ。それはね、本当悪い面もあるけど、結構大事な部分もあるよ。はい、そういうことで、今日は一本動画を、時間があったから一本動画を撮って、今日の晩飯は、うなぎがいいということで、うなぎにします。最近水炊きばっかり。前回水炊きの動画を上げたけどね、1週間のうち半分ぐらい水炊きしくんじゃないかな。水炊きはねもうほんと完全食やな、ほんと体にいいわ。とはいえね、とはいえさすがにもうなちょっと別のものを食いたいなっちゃったよな。まあでもゆるぺちくんと食い物とかいろんなことが共通することが多いから、まあその辺はいいな、あんまり負担にはならんかな。こっちの前にも言ったけど、今自分が食べている食べ物とか生活習慣を自分が二十歳の頃にやったらものすごくパフォーマンスが上がるね。
今の本当生活を二十歳の頃にできたら本当すごい能力を発揮できたなと思うけどね。まあ今ねゆるべち君がそれをやってる感じやな。いやパフォーマンスが上がると思うよ。やっぱ食い物と生活をピシッとしとくとね。だから今後は楽しみやな。どうなるか。仕事の内容も自分が経験してきたね、写真のライブラリーの著作権の販売というかな、著作権の仕事をしていた経験がね、ゆるぴち君には多分役に立つと思う。肖像権とか著作権とかいろんな問題がね、トラブルが起きないようなこと、まあそういうこともね、自分が分かっている範囲をどんどん伝えておこうかなとね。ちゃんと受け取るかどうかはもう別にしてね、ともかく自分の経験したことはどん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 話してます。今そのうちあのじいさんが何か言ってたなっていうようなことがだんだん分かってくると思うからね。はい、そういうことで今日はこれぐらいで、今から買い物行ってきます。ゆるぺちの晩飯なんじゃこりゃ。No, no, 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 no,